中日対巨人12回戦、巨人大城、中日柳から第11号3ランホームラン、リードを4点に広げる。さあ、おお、匠。はい、神。最強捕手やん。は？匠。これはビッグキャッスル。いつも名古屋でぶち込んでない。ほんま名古屋ドーム好きやな。芸術的。勝ったな。大城ほんとツーランとかスリーラン多いよな。大城ありがたや。もう阿部やん。美しいわ。綺麗にいったな。エッグへの来た、さすが侍。ようやった。マジでタイムリーでんな、なんなんやこの打線。大城のホームラン大体これ。大城毎回バンテリンで特大ホームラン打ってるな。完全に柳のピッチングがおかしくなってたな。岡本のヒットで流れ変わった。今シーズンの大城バントでヒット4本で打ち3本ホームラン。これには里崎さんも不満顔。大城バット投げ覚えたな。綺麗なバット投げやな。ツーアウトで大城に回した中日のミスだな。ノーアウトだったら送りバントだったんだぞ。名古屋とか抜きで今日ずっといい当たりしてた大城にあのカウントから勝負とか舐めすぎだろ。これは阿部未成。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。